到着。水分塩分栄養級忘れずに。秩父九番札所明智寺さんです。感謝してます。わーわから武甲山行けるのかな。また行きたいね。秩父十番札所大慈寺さん。いつもありがとう。感謝してます。大きい鶴です。さあ次は11番札所です。戻ってまいりました。先ほどのファミマさん11番でしょ。上楽寺さん感謝してます。常にそばには武甲さんがいてくれる。感謝です。もうちょいちょっと雨が強くなってきたので雨宿りします。浄化の雨、またしても浄化の雨。万歳万歳万歳。よっしゃー、ハトさん。本当はさ、雨が降っても行こうと思ったんだけど、雨宿りしようって思ったのは農協所のお姉さんが、9番札所の農協所のお姉さんが、雨降ったら雨宿りしてくださいねって言ってくださったから、そういう発想が生まれました。素敵な気づきをありがとうございます。感謝してます。そして雨宿りさせていただいたビルさん、感謝してます。おかげさまでね、ちょっとゆとりが出ました。感謝してます。12番の左、間もなく感謝してます。こんにちは、こんにちは。感謝してます。感謝してます。感謝してます。秩父12番札所野坂寺様です。感謝してます。
鑑賞してます。感謝してます、感謝してます、感謝してます。和眼愛護の大先生です。ふれあい観音様、感謝してます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 。はい、感謝してます。12番札所野坂寺さんです。ご覧いただけますでしょうか。和眼愛護の大先生、ふれあい観音様、そしてかっこいいこのね、リュウさんもね、いらっしゃいます。ちょっとだけ雨降ってますけども、心地の良い雨となってます。引き続き安全に行きます。感謝してます。だんだん良くなる未来は明るい、乱動からの次元上昇からの感謝してます、感謝してます、感謝してます。和眼愛護、感謝してます。7番感謝してます。上には素敵な天女様もいらっしゃいました。感謝してます、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 感謝してます。こちらもお初になります。安らぎ観音様、感謝してます、感謝してます、感謝します。人は愛と光、マンダラは無限の宇宙、成功は安らぎ、人生は波動。一人散策、花井社長の歌、感謝してます、感謝してます、感謝してます。その花さんも綺麗に、感謝してます。幸せ幸せ、ああ幸せだな感謝してます。また来させていただきます。はい、おかげさまで野坂寺様、すごいねゆっくり堪能できました。よかったです。次行きましょう。では13番札所へ、感謝してます。水分塩分栄養補給忘れずに。ただいま13番札所へ向かってます。感謝してます。
謝してます、感謝してます、わがん愛護を感謝してます。7倍自賢寺さん、ありがとうございました。感謝してます、感謝してます、わわわ。秩父14番札所今宮坊様です。感謝してます。感謝してます。今宮坊感謝してます、感謝してます、感謝してます。なんとなく似た道があった。聞いてる。本日はここで終了させていただきます。感謝してます。また来させていただきます。ふわふわふわ。感謝してます。帰り道でーす。自賢寺様、お世話になりました。感謝してます。はい、ということで無事に駅に着きました。今日も最高の旅をありがとうございました。感謝してます。全ての皆様に感謝いたします。感謝してます、感謝してます、感謝してます。うっちーでーす。はい、行ってまいりました。秩父観音参り自転車での観音参り第2弾、行ってまいりました。はい、今回はちょっと曇りで、台風の影響なのかちょっと曇ってまして、風も涼しい感じで、第1回目とはね違って、すごい過ごしやすいスタートとなりました。前回に引き続き自転車屋さんの、自転車屋さんじゃない、おもちゃ屋さんの三船さんで自転車をお借りして、7倍700円でお借りしました。で、今回は、雨がいつ降ってもいいように、レインコート、カッパさんと折りたたみの傘を、あとはね、カバンが濡れてもいいように、ビニール袋、ゴミ袋のね大きいやつ、いつでもカバンを覆えるように用意していきました。で、水分も結構取るだろうなと思ったんで、コンビニさんで2リットルのお水を買って、いつでも水分補給できるようにっていうのと、お塩
あとひとりさんのサプリを、携えて準備万端で行きました。で今回は8番札所からのスタートで、三船さんから8番札所までは自転車で多分15分から20分ぐらいかな。でもね、今回嬉しい気づきがありまして、この8番札所から今日は16番札所まで回れたんですけど、このスマホさんのナビを一回も使わずに回れました。ということは意外と道を覚えてきてるっていうのが分かりました。すっごい嬉しいです。やっぱり今まではカーナビですとか Google マップを見ながら見てたんですけど、なんとなく体でだんだん覚えてきているので、それが嬉しかったです。はい。で8番札所行きまして、お参りさせていただいて、で小峰もみじさんかな、小峰かえでって書いてるんだけど、もみじの木だったかな、なんかやっぱり、はい、会えまして、で今回は8番札所から全体的に言えるんですけども、結構一箇所一箇所じっくり見れたかなっていう印象でしたね。その場の空気も感じれたし、今まであんまりこうちゃんと見てなかった部分、各所のちゃんと見てなかった場所も見れたなって印象でした。一番話はね、小峰楓さん、そしてお参りさせていただいて、びんずる様、痛いところをこうねさすって、痛いと思われるところをね、そこのびんずる様を体をさすって、僕はもう全部さすら、さすらしていただいたんですけども、原価付きで。で行って、やっぱそっから見る駐車場から見えるね、武甲山もね、やっぱりすごいより大きく見えまして、まあなんかね、それぞれやっぱそれぞれの札所でもお気に入りの場所があるんだなっていうのを感じました。で8番から9番さえ向かう時は、なんか前から気になってたんですけど、8番さんの西禅寺さんのすぐ近くに五穀神社入り口ってあったんで、今日なんとなく寄ってみようかなと思って行かせていただきました。そしたらね、五穀神社様の上に、その上のお名前の上に武甲山って書いてあったんですよね。武甲山五穀神社っていう感じの文字がね、入り口の神社の入り口に書かれてて、おーと、数年前ですけど、僕も武甲山登らせていただいたことがあったんで、そういえば五穀神社さんあったかもっていうのをふと思い出しましたね。でその今日の五穀神社さん行ったら、まあそこの武甲山の神社さんとは違うんですけど、まあ今日のまた新たな五穀神社さん寄ったら、やっぱりこう見たこともない景色でしたね。真っ赤に綺麗な真っ赤のねお社さんがあったりですとか、ちょっと多分時が経ったようなお社さん、左右に烏帽子をかぶった男性かな、ちょっと彫刻がもう塗装が剥がれたりとか削れちゃってた感じだったんですけど、こう歴史を感じさせるお社さんでしたね。もしかしたらあまりこう人がいらっしゃらない感じの気がしたので、なんか行けてよかったな、それで感謝してます、やだんだん良くなる未来は来るイランドからの感謝してます、感謝してます、感謝してます、我が愛護を感謝してます、なんだばーいとかやらせていただいたりとか、とはこうね、いつも持って行かせていただいてるこう感謝の鐘、感謝の鈴も鳴らさせていただいたりですとか、
運が行けてよかったです、はい、でそこからね9番札所行って、やっぱりね自転車で回るのは、まあ、歩きの楽しさ、車の楽しさもそうですけど、自転車ならではのこの次の札所へ行く道すがらも楽しいんですよね。うん、歩きともまたちょっと違う感じの楽しさがあって、上り坂はちょっと頑張りどころで、下り坂はシャーっとでもすごい快適に行けたりとか、それ以外でも自転車だから見える景色とかねあるんだなって感じました。で歩きと同様でね、歩きの方用の看板、巡礼歩道の看板とかも自転車だとやっぱり結構見やすくて、ね、自転車と歩きの人両方回れる道もあれば、自転車をこう進まないでくださいって看板もあったりは、それも面白かったんですけど、9番札所さんも行って、で9番札所さんではね、あの農協所のお姉さんにねすごい素敵なことを言っていただいて、だいたい9番着いたあたりから雲行きが怪しくなって雨が降るんじゃないかなっていう感じだったんですけど、そしたらのあの御朱印いただいてる時に9番札所のお姉さまが、なんかもう雨降りそうじゃないって言われて、あで僕は心の中で雨降ってもいいように対策はしてきてるから大丈夫ですって思ってたんですけど、なんかそのお姉さんはね、雨が降ったらちゃんと雨宿りしてくださいねって言ってくださったんですね。でそのお姉さまにとっては何気ない一言だったかもしれないんですけど、僕はそれすごいなんか心軽くなって、まあ、よっぽどの雨じゃなかったら今日は行けるところまで行こうって思ったんですけどね。でもその一言で、あ、そうだな、確かに無理して行く必要もないなっていうのを、思いましたね。だからその後にね、その後進む道でね、やっぱりすごい大雨ではないけど、やっぱちょっと休憩も必要だなっていうのと、やっぱりゆとりがあるうちに休んだり、こう休憩をしたり、水分塩分栄養補給、あとはこうちょっとお腹を空かせないように、観音参りはお腹を空かせちゃダメだよってみっちゃん先生がね教えてくださったんですけど、やっぱりお腹が空く前にも食べる、ちょっとゆとりを持って前もってやることが大事なんだなっていうのを感じさせてもらいました。だからね、そのお姉さまの一言ですごい救われましたね。そうだ、雨宿りしよう。そうで、そっから、まあ、10番、もう早速雨降ってきて10番札所降ってきて、11番札所もね降ってきたんですけども、やっぱそれぞれ御朱印していただくときに、まあ、お天気の話から皮切りに、こう自転車で回ってるんですかとか、やっぱ言っていただいたりとか、どこから来たんですかとお話していたんです、お話しさせていただいたりですか、やっぱそういう会話も楽しいんですよね。10番札所を雨降って、やっぱ自転車だから通れる道っていうのも10番札所さんでもありましたし、で11番札所はある意味こう自転車でいろんなところへ向かう通り道なんで、あ、やっとここに来れたっていう気持ちもあったりですとか、楽しかったですね。なんかこう来たことある場所でもやっぱりこう感じ方とかが違うんで、それぞれその時のその時のその時その時しか感じれない感じ方があるんで、今日はそれが一層感じれたかなって思いました。
で12番札所の坂路さん行って、そう11番から12番行く道もね、なんか覚えてたんですよね。その時に、あ、結構そう覚えてるなっていうのを感じました。で12番札所行って、そう12番札所行く途中に雨がちょっと強くなってきたんで、浜宿りをさせてもらって、とあるビルさんのね、ちょっとだけ自転車止めさせていただいて雨宿りして、前には田んぼの風景ですとか武甲山が見えたりです。そこでこうちょっと用意してきたおにぎりを、玄米おにぎりを食べて、サプリも飲んで、お塩を取って、お水を飲んで、ちょっと一息ついて、で12番さんへ行きましたね。野坂寺さん、12番の場所にはね、今日行ったことないエリアにも行けましたし、まずは御朱印していただいて農協所行って本殿お参りして、やっぱりその12番札所といえば触れ合い観音様、あったかい、なんかこう触るとあったかいんですけども、もう和顔愛護の大先生、師匠ですよね。もう可愛い、このほっぺたふっくらで、もう和顔、もう愛あるお顔でね、いつもお迎えしてくださるんですけど、もうその、触れ合い観音様に会えるのも一つの楽しみで、12番でしょうね。で、本殿には上にすごいかっこいい龍さんの彫刻だったりとか、で、今日改めて気づいたのは天女様もいらっしゃる。で、お参り終わって、そしたらちょっと右の方へふっと行ってみたら、不動明様と安らぎ観音様ってて、あ、初めてお会いしたと思ってお参りをさせていただきました。で12番札所さんね、あ、そう、12番さんのこうご住職さん、農協をしていただいた時のこのやっぱ和顔愛護でお迎えくださって、この深々とした霊がね、すごい綺麗で、なんかね、もう感動しましたね。それを何回もしてくださって、こちらも感謝してますって言ったりするんですけども、それにもう何も違和感もなく、こう本当になんか綺麗なお手本のような礼をしてね、ピシッとした礼で深々としてくださって、お迎え、そしてお見送りをしてくださいました。なんかすごいやっぱり気持ちいい、感じのいい応対をしてくださると、本当にこちらもすごい心が温まるなーって感じました。はい。そして13番札所行って、いつもね自転車借りに行く三船さん駅から、西武秩父駅から三船さん行くまでの通り道なんですけど、13番札所次元寺さん行って、ここもね結構な回数行かせていただいてるんですけども、やっぱりまた自転車で行くとは違う感じがしたりとか、よかったですね。14番札所もね結構行き慣れてるんですけども、なんかすごい風がブワーって吹いて、こう本堂の前にある垂れ幕さんがブワーってこう翻って歓迎してくださったような感じがしましたね。でそこの近くの今宮神社さんにも行かせていただいて、八大龍王様、ご神木にも、ご神木様にもこうお参りさせていただいたりですとか、本殿にお参りさせていただいたりですとか、ここもね、なんか後でなんか思い出すかもしれないですけど、もうただただ幸せでお参りさせていただいたかなって感じでしたね。15番の松林寺さんもちょっとこう当て勘で車で行く道とちょっと違ったんですけど、違う道で行ってみようと思って、自転車ならではの
ちょっと裏道行ってこの辺で曲がればいけるかなと思ったらやっぱり行けて、で少林寺さんたどり着けました。それは少林寺さんのご住職さんに自転車で回ってるのって聞かれて、はいって言って、え、わかるんですかって、うん、なんとなくって言っていただいて嬉しかったです。なんかね、でもすごい歓迎されてるなっていうのはすごい感じて、やっぱその決して多い会話ではないんですけど、うん、一言一言が、うん、楽しかったです。雨もまあ降ってきて、なんとなく15番上田小さん行ったあたりからまだ時間的にはちょっと余裕はあったんですけど、ああもう次で今日は終わりにしようってなんとなくね思ったんで、最後16番上田所の西光寺さん行きました。で西光寺さん行って御朱印いただいて、その時にね前回も会ったお姉様にお会いして、やっぱ覚えててくださいまして、で雨ね、雨降るから本当まあ余裕持って、でちょうど僕が余裕を今日はちょっとここで終わりにしようと思いますって言ったら、うん、それがいいよって言って、うん、そう雨もね降ってくるだろうからと言って、うん、ちょっと分かってもらいました。そしてこの間ね、差し入れをいただいたんですよね。この間はマドレーヌとスポーツドリンクだったかな。なんかそれも覚えててくださって、で僕のこともその衣装で覚えてるよって言って、でその衣装ね、ずぶ濡れになっちゃう前に帰った方がいいよって言ってくれたりとかして、で農協所の奥の部屋の奥の方行って、あ、じゃあちょっと待ってて待っててって言って、タッ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 タって奥行っちゃって、で戻ってきて、そしたら今日はカレーせんべいあげるよって言ってカレーせんべいいただきました。あ、早速いただいてめっちゃ美味しかったです。はい、まあなんか本当温かいお心遣いに感謝です。でそこの16番札所には四国88箇所の回れる関東88箇所って言ったりだったかな、あ、その四国のお遍路様を回れる、同じように回れる場所があって、そこをね回らせていただきました。うん、でそこでまあね、ありがたいことに自分と観音様とのお時間をちょっとね楽しませていただきました。ね、なんとなく一つ一つにこう感謝の鐘もね鳴らさせていただいて、感謝してます感謝してます鳴らさせていただいて、いいお時間をさせていただきました。でちょっとね17時、夕方5時までは余裕があったんですけど、今日はこの辺にしておこうと思ってゆとりを持って終わりました。で電車がね、帰りの電車に間に合うかなと思って、ちょっといつもより早い電車に乗れるかなと思って、自転車三船さんに返して、駅へ、西武秩父駅へ、だいたい10分15分なんですけど、電車は間に合うけど、フードコートのわらじカツは、ちょっと普通に買ってたら多分間に合わないよなと思って、ちょっとね、無理を言ってフードコートの方にお電話をさせてもらって、まあ、ちょっとこう無理なお願いかもしれないんですけども、もしよかったら何時何分の電車に乗りたいんですけど、いつもわらじかつを楽しみにお弁当を買わせていただいてるんですけども、あと10分ぐらいで着くと思うんですけども、作るの先にお作りしていただいて伺いますんでいかがでしょうかという感じのお電話させていただいたら、その男性スタッフさんが、あ、じゃあお店の方に言っておきますんで、もしダメだったらまたこの高知にお電話しますねって言ってくださったんで、ありがとうございます感謝してますと言って電話終わって、で駅向かったんですけども電話が鳴らなかったんですよね。あ、ってことは大丈夫ってことか
かなと思って、胸を膨らませてフードコートへ行ったら、はい、お名前ね伝えたら、あ、今作ってます、今ねちょうど揚げてますんで、あと1分少々で揚がりますって言ってくださって、よっしゃーと思って、で、券売機でね、お金払ってチケット買って、見事にわらじかつもゲットして、乗りたい電車にも乗れて、無事に帰れました、はい、で帰り道もね本当にすごい、ただただ幸せ、ただただ感謝、なんかね多分いつもよりは短かったと思うんですけど、もう本当に何日分も別の世界行ったような感覚でしたね。何日分も旅したような感じでした。あ、今日多分車で回るよりは全然、ね、車の方がもっといろんな札所を回れたと思うんですけども、なんか一箇所一箇所おかげさまでね楽しく自分のペースで回れたんで、すごい、すごい充実した濃厚な旅でした。で帰りの電車乗ったらちょうどね雨がブワーって、今日一番激しい雨が降ってたんで、ああじゃあちょうどタイミングも良かったんだなって、友人様も、行ってらっしゃいの雨を、雨でね行ってらっしゃいを表現してくださったのかなと思ったり、本当に本当に今日も最高に楽しい一日を過ごすことができました、本当に本当に感謝いっぱいでございます。ご清聴ありがとうございます。感謝してます。ふわふわ、また次が楽しみです。感謝してます。